どうも、はじめまして、こんにちは。なんでやねん、佐々木と申します。えー、あのですね、まあ、僕、誰やねんと思ってる人もいっぱいいると思うんですけども、えー、自己紹介しますと、カルパッチョ君の、いとこですえー、去年まで、痛みのね、あの小屋池の近くに住んでたんですけど、佐々木、カルパッチョくんが、YouTube 言うのこれ、YouTube 言うんかなうん、頑張ってる言うとって。 でもうおっちゃん、あのー、もうめちゃめちゃ阪神好きやから佐々木カルパッチョくんのイタリアのねとか今桃色クローバーにハマっとるみたいやけどそういう彼の YouTube で勝手に阪神の動画あげたら思ってるんですわ、うん、なんでやねん言ってねまあそんな感じでね世の中からなんでやねんと思われるようなこと特にね阪神ファンやっとったらなんでやねんいうこといっぱいあるんですわ昨日の試合見ましたか だから昨日の試合が最高でも、なんでやねん思うこといっぱいあったでしょ。阪神ファンやったら。そういうのを勝ってる時こそなんでやねん言うて、矢野阪神優勝しても勝って兜の尾を締めろなんでやねん君みたいな。それぐらいの、まあ、あの、阪神ファンとしては、あの、やん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 言うような、あのー、まあ、阪神の試合を見た感想だったり、 今日の見どころを毎日5分ぐらいで上げていこうという、そういうね、動画勝手にこれ上げようと思ってます。カルパッチョの許は取ってません。うん。なんでね、そこで多分カルパッチョが僕になんでやねんって言うと思うんですけど、カルパッチョのね、まああ、あのー、YouTube のあのコーナーに勝手になんでやねん、佐々木の、えー、阪神タイガース応援記みたいなね、始めようと思います。なんで、記念すべき、昨日はね、えー、あの、グレンですよ。 グレンクールボーのグレンがですよ満塁ホームラン太陽か横浜の時にホームランサヨナラホームラン満塁ホームラン打って以来のということでグレン選手の名前が出たのでグレン選手がサヨナラ満塁ホームランを打った模様を見てもらいましょう、えー、昨日の阪神高山選手は17年のね鵜久森選手以来のプロ野球17人目の 代、えー、打満塁サヨナラ本塁打だったということなんです。阪神では96年ですからね。えー、グレンクールボー、懐かしいな高山くんの、ね、巨人戦では史上初の満塁ホームラン、サヨナラ勝ちです。ね、そんなね、あのー、グーン上げていこういうときに、あえて昨日なんでやねんと思ったことをね、もうね、1個ぐらいは言うとかなあかんな思うから、言うときます。 矢野監督、なんで近本にバントさせてんと、うん、あのね、ノーアウト一塁でね、これ9回ですわ、これ9回でしたかね、あのー、近本選手に回ったわけですよ、岡田監督の、あのー、解説聞いとったけど、なんでやねんっていやいやもうあの、足速いねんから、もう打たして、月ね、ないねんから、絶対攻めてかなあかんやんと。 そこでね、あのー、日頃ねあの、セーフティーはうまいけど、バントだけをさせるような、そんなもう選手に収めたらあかんやのちゃうのえー、そこ、えー、なんでやねん、1、なんでやねんですね、昨日はね。まあ、あのー、高山くんが勝った、そしてね、まあ、あの鳥谷選手が最後ね、9えー、11回の裏、えー、ワンアウト、ワン塁で三振したとかね、まあ、あのなんでやねんと思うこともたくさんあったけども、勝ってんから。 なんでやねん言うても、笑って見,と見過ごせるんちゃうかっていうところで、あの、なんやろ、このなんでやねんのここね、なんでここ片方ないねんとかっていうのもなんでやねんねんやねんけど、とにかくね、今年のタイガース、矢野タイガースになって、優勝あるでほんまに今日の試合はね、あのー、高橋くん言うてね、先日、あの、先日あのー、7回、 えー、6三振無失点でまあ勝ち投手の、えー、権利は取れんかったけどもね勝ちは取れんかったけども今日ジャイアンツにチンチン言わして勝ちますせうんなんでね皆さんこれからなんでやねん佐々木の阪神タイガースになんでやねんね、えー、もしよろしければねチャンネル登録していただいて試合が終わった後試合が始まるまでになるべくで、ねえー、1日5分ぐらいで動画上げていこうと思いますんでなんでやねんね 昨日の試合なんでやねんね。昨日の試合なんでやねんね。皆さんもコメントしに来てください。ならそれに対して、なんでやねん言うてね。えなんでやねん佐々木がコメント勝手に返しますんでえ。それに対してカルパッチョはなんでやねん言うて怒ってると思いますけど。まあそこはもう知らん。うん。もういろいろなんでやねん突っ込むとこあると思うけど。まあ頑張っていこうと思います。いい動画にして阪神ファンの人と仲良くしていこうと思いますんで、一つ、よろしゅう、頼んます。ね。なんかあるんやったら。 この辺まで、いいね、チャンネル登録して、コメントしに来てください。ということで、今日は巨人に勝って、4勝6敗にして、広島も3つ行ったので、なんでやねんでしたどうも、ありがとうございました。ラミです。いや、なんでやねん。おー、おー、おー、おー。 安心タイガースになんでやねん。